ジョナサン・ユージーン・バンエベリは、アメリカ合衆国、ミシシッピ州、グリーンウッド出身の元プロ野球選手。2000年の MLB ドラフトで、クリーブランド・インディアンスから29巡目で指名された。この年は、契約合意せずプレーすることはなかった。2001年5月9日に契約を結んだ。2004年には、A 級キンストン・インディアンスで、キャリアハイの成績を収める。 2005年はイースタンリーグのオールスターゲームに選出された。2007年オフに FA となった。2007年12月1日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。2008年5月14日のボルチモアオリオールズ戦で中堅守としてスタメンでメジャーデビューを果たした。2打席目でダニエル・カブレラからメジャー初安打を記録した。 2009年4月29日のフルスインディアンス戦でメジャー初本塁打を記録した。翌日の30日のタンパベイレーズ戦ではチームが大量失点して敗戦濃厚な試合のため9回から登板した。7月8日にゼドラウリーを60日間の DL から40人枠に登録するために DF となり18日に解雇された。 2009年7月29日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。参加トリプル A 級インディアナポリスインディアンスへ移動され同年の残りのシーズンをプレーした。2010年4月24日にフルスレッドソックスへトレードで復帰した。5月8日のニューヨークヤンキース戦で大量失点で敗戦濃厚な試合で自身二度目となる当番を経験したが、 マークテシェイラに2点本塁打を被弾した。5月22日にジャコビー・エルズベリーを登録するためディーフとなった。2010年5月31日にフルスパイレッツにトレードで移籍した。ありがとうございます。